あっちを取った方がいいんだよね。あ、分かる。あっちを取った方がいい。ランダムエンカウントだから。笑顔になれる。いいね。一人ずつ。どうでしたか。誰からいく。あ、じゃあ僕から。いや、そうですね。正直あの先週まではかなり序盤の試合展開に不安を抱えてたんですけど、まあ、今日は結構ね、あの思ったよりうまく序盤も進めて、中盤終盤もそんなに大きなスローなく勝てたんで、今日結構うまくいったのかなって思いますね。なるほど。はい、まあ今日実際なんかで最初の展開もそうだけど、なんか最初から後半までのなんか綺麗に結構終わりができていいなって思いますね。俺と同じこと言ってるやんけお前。それな。あ、お二人にどういう。いや、それは許されないでしょ。ええ、いや、僕も本当は自分の言葉で言いたかったんですけど。あ、そう、わかります。そういう気持ちわかりますよ。ちょっとエビさんに、まあ、同じこと言っとるやんけって言われるのがちょっと怖いんで。その気持ちわかります。今回のコメントは、いや、同意ということで。いや、それもだって全部のインタビューでそうなっちゃうんだよ。でもこれ許しちゃうと。いや、それはちょっと違う、ね、ああ、違う。これを許します、これ、インタビューはさ。まあ、じゃあ、まあ、一回はじゃあ、一回だけ使えるだけ。これか、ちょっと怖かったんで、本当に。いや。こっちから来たもんね。まあ、そうですね。まあ、PC 戦は、ボットレーンも、カズタが結構、本当にうまくやってくれて、ボット2対2で勝ったかな。普通にソロキルも、できて、まあ、序盤から全然正直安定してゲームが進めてたんで、すごい簡単といえば簡単なゲームでしたね。何でこっち見るの。まあ実際あれ同じこと言っちゃいそう。いや、まあ、スティールから見た目線をじゃあ言ってよ。あ、オッケー。まあ、スティールやってて実際なんか今日なんかライナーたちがみんな結構まあ実際ジャングル的にも一番楽な試合じゃなかったかなって思いますね。なんか助けたよめっちゃスティールの森、まあ、特に助けてはないけどなんか俺グロンプチェックして守ったじゃん俺トップサイドで覚えてる。エビ君分かったですね。覚えてる。それ覚えてるでしょ。グロンプチェックして止めてたの本当に良かった。そう分かる。いや俺も復唱してるだけやん。分かって助かったわ。そのプレイなかったら俺たち終わると思う。正直あれでゲーム変わったね。いやマジでエビ君のおかげでゲーム変わりました。そういう細かい積み重ねをちょっとやっぱ僕ら見ていて欲しかったなと思いますね僕ね。はいはい。完全に同意です。同意です。あ、なるほどね。あ、僕ですか、じゃあ。そうですね、正直 BC 戦に関しては僕特に何もやってないんですけど、まあ、割とそうですね、結構みんなにいじられるのはアリアにウルトを投げつけてたってのを言われてロボットのとこで、まあ、確かに僕もそれ以外なんか俺やったかなっていうあんまりあれですね、印象ないですね正直 BC 戦は。でもまあ序盤のレーニングうまくいってそのうまくいった分をちゃんとジャングル そのキャンプ守ったりして還元できたなというのはちょっと僕思ってましたけど、まあ、スティールさんは、ね、あんまり、ね、気にしてなかったみたいですけど、そうですね、はい、まあ、そんな感じです。結構印象に残りますけど、ね、あ、そうですか、それはよかった。エモートを出したこと、それはよかったですね。はい、そんな感じです。アクシズ戦ですか。そうですね、まあ、相手がベインをピックしてすごい羨ましいなって思う、ただそれだけの試合でしたね。というのはさておき冗談で。あれ、まあ結構アクシズ戦はそのなんか相手のワンピックとかも割としっかりしててなんかやりたいことが結構はっきりしてるのが分かったんですけれども、まあ、こっちもね構成しっかり組んでその構成通りゲームが進められたんで、まあ、よかったんじゃないかなと思っております。ボットレーンの2対2は特に何もなくファームが、うん、進んでいき、まあ、ところどころカズタのいいフラッシュインで相手のベインとのフラッシュ交換決まって悪くないシーンもあったし、まあ、ちょっとやっちゃったんじゃないかみたいなシーンもあって、まあ、いろいろありましたね。面白すぎでしょ。そういう時ってチームの雰囲気ってどんな感じでした。あ、でも全然なんかどんまいどんまいみたいな感じで、ナイストライ。まあなんかミスのそのレベルの度合いにもよるけど、まあ今回はそんなに別にそんな気にするようなやつでもないし、
まあ、どうもいどうもいいや結構やばいミスするときはもう笑っちゃいますよねどうもいどうもいそんな感じですかね。まあ、実際アクシデスのは特にやってないですねなんか最初、まあ、順番通りにトゥラ食ってヘラルル食って、まあ、タイブしてあげたらなんか市川になんかみんながなんか自由でやって俺なんかちょっと何も殴ってないのに終わってるなっていうの感想であれ俺敵殴った記憶ないけどこの試合終わってるな、まあ、最後でやっぱ泉でペンタキロ上げようとしたシーンが、まあ、泉にペンタキロ上げようとしたけどなんか誰か来なくて渡せなかったですね誰かが。そうですね、みんな命がけ命をかけてやっぱり心臓を捧げてねやっぱりみんなで、これ絶対行くぞってなんかもう雰囲気を出したけどなんか一人かちょっとコミュニケーションが誰とは言えないんですけどす、ね、なんかこうやってるキル食った人か、うん、誰とは言わないけどクワジャーキル食った人か、うんまあ、そうでしたね。そうだよね、わ、うん、かるわかる。あ俺なんだいや誰とは言ってない、まあ、誰とは言ってない、確かに確かに世の中にクワドルキルいっぱい取ってる。そうそうそう、あ僕ですか。まあ、正直ちょっとアクシズ戦はバンピックからまずちょっと相手があ結構なんだろうやられたなっていう、まあ、もちろんあの全然 そんなに大きなものじゃないですけどあやったなみたいな、結構バンピックとしてもうまいなと思いましたね、アクシズバンピックがまず で、まあ、まあでもまあ正直全然まあ大丈夫だなっていう範囲感じで切り替えて試合して、まあ、正直僕個人で言えば、まあ、結構いいプレーもあったんですけどちょっとなんかちょっとガバガバなプレイもあってなんかね結構じゃないかなり悲しいです僕自分に対して、なんかもっとうまくできるはずなのになんかミスしちゃうのがちょっと悲しいんで、ちょっともっと次はうまくやりたいですね。試合で一番印象に残ってるプレーとかシーンってありますか？あ、来た。そうですね、まあアクシズ戦でミッドレーン僕たちが集団戦を行いました。まあ集団戦勝ちましたね。で、あかりが配送するグレイブスをチェイスしていたんですけども、なんかすごいタイミングでゾーニャしていてグレイブスに逃げられちゃったシーンがあって、もうあれかなり印象的でしたね。あれ良かったプレイじゃないですか。いや印象的でした、ね。ああ、良かったプレイってより印象だった。ああ、そうですよ、ね、そうそう。完全にどういう、まあ、インパクトが強かったですね。まあ、なんか悲鳴も聞こえたし、なんかいきなり。ああ、完全に印象に残りますね、あのシーンは。なるほどね。まあやっちゃった人はドンマイっすね。まあドンマイっすね。まあそういうこともありますよね。誰か彼をやったか知らないけどなんか。マジちょっとでも反省してほしいですねやっぱり。僕もちょっとそんなの見たらちょっと僕ちょっと怒っちゃうかもしれないです。そうですねやっぱり。何してんの？じゃあスティールさん。え、先のシーンで感じ。いやそれはもう使われたシーンなんでやっぱり。え、一回ペスケのあるんだけどなはずなんだけどなんか。いくらでもあるじゃん。いくらでもある。セラフィンウルトもあるじゃんって。ミッド4人貫通したね。ああ、いました、ね。いや、何人なんか、もしかして上書きされた、すべて。いや、やっぱりそのシーンが頭に残りすぎて、ちょっと。なるほどね。それシーン、あ、そのシーンが今でも、やっぱりさっき話したけど、泉ダイブして、なんか来なかった人の、俺は行けないよって、なんか言いながら、一人で下がってるやつの、なんか、それが。ダイブする前に行ってほしいですよね。そうですね、まあ、キルラインまで持ってかなかった人たちがですよね。なんかこうだらけ出てトップのイニートタオから話が出たけどなんか来なかった人いますね。あでもやっぱ僕ちょっとやっぱこうやってやっぱ良くないシーンばっかりねあの上げられてらっしゃいますけど、やっぱり皆さん良くないかな。あの僕はやっぱいいシーンを上げたいと思うんですけど本当にカズータのアリスタのオリアナをフラッシュイン級で打ち上げてダブルでバロンピット内に運んだやつ、あれマジでびっくりしたの俺うまっと思ったあれ正直。あれであのワンプレイでヘラルドも食えたし、かなりカズータ頑張ったんじゃないかなって本当にねあの思いますね。気合入ってましたね、確かに。気合の気持ちこもった気持ち伝わってきたあのフラッシュインにいくっていうね。確かに力が入ってたね、うん、あんま覚えてないな VC って覚えてないよね、まあ、覚えてない結構ね、あと違う実際の VC とそう、うん、
自分が思ってる VC と多分実際確認したら違うから、まあ、悲鳴以外は結構覚えてないな、まあ、悲鳴は聞こえた気もするな、俺も。ああ、そうだね、それな、明らかにでかかったから、なんか。ファイトの時なんかあったかな。オラフ、アリスター。俺、スティール何した最初の1戦目。オラフ？あれ？オラフだよな。予報ラフだね。だよね、予報ラフだね。オラフ。ウタボンは？カイサー、ペイン。ペイン？あ、違う違う。え、ペイン？今相手だ。そうですよね。なんだろうな。なんだと思いますか。ウタボンそもそも何やって？あ、でも良かったシーンというか、あれ面白かったシーンっていう、というとなんかその、僕、あかりやってた試合で相手がナールやってたんですけど、ナールがマジックレジットしか積んでなくて、防具を。で、それを僕がコールしたら、ユタポンが、あ、OK、じゃあ俺、マジで簡単に倒せるねって話して、その後、その僕がちょっとミスして死んじゃった後、オーシャンドレイクかな、オーシャンドレイクの時に、ユタポンが W やナーに当てて、あ、これナーいけるわって言って、なんだろう、倒した一連の流れがかなり綺麗でしたね、正直。そうでしたね、そうでしたね。なんかね、うん、まあまあでもそれぐらいじゃないですか。僕はもう出しましたよ、どうぞ2人とも。僕も出しましたね。あ、僕も出しました。あ、出してないですよね、今。もう一人。みんな頑張った。あ、やっぱりみんな頑張った。みんな MVP だ。ユタポンでなんか喋り方ぎこちなさすぎんこれ。ぎこちなくないこれちょっと。いや、全然。キャラ違うキャラが。そんなことないけど。そんなことないですよ。これで今日猫かぶってますね、皆さんね、ユタポンが。え、いつも通りのユタポンの何。そうですよ。お前何年間何を見て、お前好き者でユタポンの何を見てきて今までの。申し訳ない。ちょっと。せーの。アリア。カズ。カズタだね。あ、やっぱりカズタだね。いや、アリア。いや、でも正直マジでみんな頑張った。俺ユタポンかアリアかなと思った。まあ俺もユタポンかアリア。まあ、俺的にはやっぱすごいカズタ今日結構気合い入れて頑張ってくれたかなって思ったから。確かに。実際カズタマジで今日良かった。本当にめちゃくちゃ良かった。じゃあ、どんどんうまくなってきてるよね、そうだね。結構ブランクあって、3年間かな ?3 年やってなかった。結構やってなかったね。3年ブランクがあって、ね、このパフォーマンスってかなり本当に、いいよね、マジで。仕上がりがいいね、普通にやっぱりその、なんだろうな、コーチとしてもその考えてたマクロとかをその選手に立ってもやっぱりその流用できるというか、できるから結構その冷静な時のコールとかもすごいいいしね。ちょっとテンパっちゃう時もある。ちょっとテンパっちゃって。そんなこと言うな。いやそれはありつつも、でもやっぱりそれはもうだって3年間ブランクだからね、しょうがない。確かに確かに。それを考えると本当にもうめちゃくちゃいいとこまであれ行ってるよね、本当に。そうですね。そうですね。本当にその通り。まあ3週目まで来て6勝0敗無敗ということでね、今後シーズン全勝、まあ、プレイオフも全勝いきたいなと思ってるんで、応援ね、よろしく、ね、お願いしますね。また変わった人、中の人変わった。多重人格。俺は見たことない人格だ。これ見たことないんですよ。初めて見たことない人格。初めて見た。初めて見た。どうも初めました。まあ、これ今、今日もビッグスリーまでも全勝して、まあ、実はいい雰囲気で、結構仕上がっ、まあ、試合の内容も結構仕上がってると思うし、まあ、来週もまあこのシーズンも全部勝ちように頑張るので、まあでも負けた方が学びがあるっていう人もあるから、まあ1回ぐらいは負けるかもしれないけど、まあ全勝を目指して頑張るので応援よろしくお願いします。お願いします。いや本当に正直今まで6戦6勝ですけど、正直最初の2週に関しては 1、2週に関してはもう僕ら負けてもおかしくないと思ったんで、自分たちでも、まあ、結構ギリギリのところで勝利を掴んではいるんですけど、まあ、やっぱりまあ、それもね、まあ、学びということで、ちょっとこれから僕自身もチームとしても本当にちょっともっともっといいプレーができるように頑張りたいと思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。何ちょっと怖いよ、ゆうたくん。いや、お辞儀してたからお話しないといけないかなと。近すぎない？近いです、すみません。机と近すぎない？すみません。